マスカティン軍はアメリカ合衆国アイオワ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,745人であり、2000年の41,722人から2.5%増加した。軍庁所在地はマスカティン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マスカティン軍はマスカティン小都市県に属している。 さらに人口422,435人を抱えるクワットシティーズ大都市圏に入っているとみなされている。ただしこの都市圏は連邦政府の統計で認められている都市圏ではない。マスカティン群は1836年12月7日に設立され、軍名はミシシッピ川に浮かぶマスカティン島にちなんで名付けられたという説がある。この島は ミシシッピ川の対岸近くにあり、マスク天族インディアンにちなむと考えられている。マスク天族はアルゴンキンゴ族であり、白人開拓者の侵入やタブー族によって西に追いやられるまでこの地域に住んでいた。1833年、イリノイ州のジョージ・ガベンポート大佐がこの地域に3人の代表を送って交易基地を設立した。彼らはここに入った。 最初のヨーロッパ系アメリカ人だった。同じ年にジェームズ・ケイシーとジョン・バナッタが地域に入ってきた。彼らは1833年6月1日に蒸気船のための物資供給基地を設立し、それをケイシーのウッドパイルと名付けた。1838年11月に最初の公有地売却が行われた。その1年後、軍庁舎と監獄の建設が始まった。 オールドジェールとも呼ばれる2代目の監獄は1857年に建設された。1864年12月23日、軍庁舎が火事で全焼し、それから2年後に新しい庁舎が同じ場所に建てられた。今日使われている軍庁舎は1907年9月26日に完工したものである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は449.07平方マイルであり、このうち陸地438.67平方マイル、水域は10.240平方マイルで、水域率は2.32%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 C.S. バークレーが描いた農場1975年ありがとうございます。